人間はギバーとマッチャーとテイカーっていうふうな3種類の人がいるって話なんですよね。これどういうことかっていうと、ギバーっていうのは人に与えたいと思ってる人ですね。で、マッチャーっていうのはお互い交換条件というか、やってあげたからやってみたいなことを思う人がマッチャーですね。テイカーっていうのは相手から奪おうとする人なんですね。で、このテイカーの人とギバーの人が一緒にいると、ギバーの人めっちゃしんどくなります。これポイントがあって、テイカーがいた時には自分がマッチャーになっていくってことですね。あと、その自分がギバーで居続けていることによって、相手に対して必要以上にやっちゃうと、相手がそのマッチャーでもテイカーになっちゃう場合があるんですよ。上げすぎちゃって相手がクレクレクになっちゃうってことですね。まあ、これ共依存っていうのになっちゃうんですけど、もし自分がもう与えすぎちゃうとか自己犠牲するっていうのは頑張りすぎちゃう方だと思うんで、お互いでどうやって成長していけるか、お互いがしっかりお互いのためにギブしていけるかっていう関係性を作っていくっていうのが大事かなと思っています。あと相手に対して自分がやってあげすぎちゃうよりかは、相手がどうやって自分からギブできるようにしていけるかとか、そういうふうな選択で相手と関わっていけると、いい形で感情のコントロールができるかなと思いますね。